が折れた状態でくっついちゃった。ああ、もうそういう診断出てんだ。そう。ちょっと折れた形跡があるよと。そうそうそう。だから折れてたんだから。なるほど。うん、だからまあ足の指はそんなだからあれなんだね。うん。いいんだね。いらないんだよ、多分。足の指って。いらない。うん。小指はいらないんだよね。そう、いらないの。で、いずれなくなっちゃう可能でしょ。そうそう、いずれなくなる。人間の成長とともに小指が先に。使ってないんだって、小指って。まあまあ、でも確かにまあ、それ多分外側3本だと思うんだよな、折れてんの。まあ俺も全然気にしないでずっと遊ばしちゃったから、まあどこだか分かんないんだけど、まあ強い日にそういうのがあったりとか、あ、まあだから怖いよ、すぐ骨折だから俺らの年は。もうで、このラジオでもね、前ね、言ったね、アフガンっていうカレー屋さん。ね。なんかあるせいで小淵沢のとこに。俺初めて行ったの。うん。すごい美味しいっていう噂のカレー屋ね。そうそう。初めて行って、食べて、うん、で、お会計をし、まあしようとレジに行ったら、まあそこに、店主っていうか、まあ、おかみさんっていうか、まあそういう人がいてね、うん、おばさんが、うん。で、そしたら、ラジオで言ってもらいましたとか言われて、うん、えっと思って、ラジオのリスナー、うん、ね、うん、の方が何人か来たっつって、ラジオ聞いてこっちに来たっつって。へぇ。で、直太朗さんもこの間来ましたとか言って、うん、で、ああ、確かに言いましたって思い出して、うん、で、小木さんって、この店来たことありますみたいなんで、うん、いや、ないですって、俺ないのに言っちゃってたんですね、なんつって、その、ああ。ないのになんかここがうめえっていうの恥ずかしくない、それ言ってる。恥ずかしい。で、うん、で、初めてですよねって言われて。おじさん、うん、はい、そうですそうです、いや、すいません、なんか来てもないのに美味しい美味しいって、うん、いや全然全然それは大丈夫です、うん、でどうでしたって、うん、味どうでした、うん、まあそのまあまあその流れで言われたからまあ、うん、美味しかったですって言ったけど、うん、まあでも何ちゅう言い方まあその流れで言ったらまあ美味しいしか言えないでしょそれは。まあそれは言えないね。ただやっぱよかった俺本当に、うん、ああ店行ってもねえのに美味しいとかそんなこと言ったお店が、うん、そう言って本当に美味しかったから、あ、安心した。まあね。一応今の段階で、うん、日本一です。今の段階よ、俺の中でね。本当？俺の中よ。あ、でもすげえ。うん。今までカレー食べた中で一番美味しかった。そう。今までね、俺カレー屋さん3店舗ぐらいしか行ったことないけどでもロイヤルホストの毎年あれよカレーフェスに毎回行ってるよいや木曜ジャンク店舗おぎやはぎのメガネビーキまあちょっとメールちょっと紹介しますね、うん、ラジオネームメチシカ、うん、おいヤハギ、うん、食欲の概念なくなったって言っといて、うん、明け方にカレー食ってんじゃねえよ確かにそんなあったね。いや確かにね、そんな長いさね、ガイネン君はもうね結構最近仲良しなんだね、仲良しなんだ、いや仲直りしてんねんガイネン君と、じゃあちょっと決別してんねんけど、はい、ラジオネーム琉球の暴れメガネ、うん、ついこの間もう食べなくていいとか言ってたやつが、うん、ラジオ終わりにカレー食べに行って味噌汁まで飲んだって話してるのを聞いてると、うん、今週もメガネビーキ聞いてるなって感じになるちょっといい感じだよね。いい感じだね。いいね、いい感じだよ、ね、これってことでしょそうそう、うん、そひどいね、もう概念君をさ押し付けてくるやつがいてさ、うん、この前もやっぱりメイクさんでさ、はいはい、この肩をさ、メイクさんって結構肩を揉んでくれる人じゃん、マッサージ的な。いますね。うん、はいはい。で、俺、テレビ出る時とかメイクしないんだけどさ、なんかこう、これは PV とか撮ったんだよね。はいはい、そういう時は。PV とか CM とかの時は、なんか、嫌顔でもメイクをしなきゃいけない感じがあるからさ、うん、するんだけど、したらもうさ、またこう、うん、肩をね、その人がこう、揉んでくんだ。来て。うん、そう、うん、そしたらうわー凝ってますねって、ああ押し付けてくんね、概念ね、概念くん、ええー、と、うん、さっきやったねメイクした俳優さんの誰々さんは
今日今からもう肩凝ってるからマッサージ行くって言ってたんですよ。うんうん。でその人よりかも凝ってますっていうの。あら。だから俺はさ、肩こりの概念がないからマッサージなんか行かないじゃない。うん、凝ってると思ったことないんだ。うん。なのにさ、それで概念君紹介してくるわけ。紹介してなんて言ってないのに、俺はもう。まあ、やだね。なのに肩こりの概念君を、紹介してくるから、もう困っちゃってさ、俺どうすんの仲良くなっちゃったら。まあまあ仲良くなる、はあるでしょ、だからそういうことは。いや、そうで俺概念君ともし仲良くなっちゃったら、肩こりの概念君と仲良くなっちゃったら、俺、こんなに肩凝らないのに、うん、やっぱ凝ってるってなっちゃうんだから。なる、そりゃそうだよ。仲良くなったら、もう常に。一切口聞いてないから。その場にはいたんでしょ、だって概念君は。来てるんじゃないですか、後ろ、いたでしょ、すぐそばに。いやいや、でも全然俺は概念君見て、見る気づかない感じ、その。見て見る向こうは見てきて、こっちに近づいてきてんだけど、全然こう、ほんと軽減釈する程度。全然その俺はパーッと逃げてっちゃうけど、うん。危ないよ、だけど。本当に。マジで、だから本当に、紹介しないでほしいよね。まあね、あれはね。これは本当におせっかい。まあ確かに、矢作に対してはそうだな、紹介っていう形になっちゃうもんね。なっちゃうでしょ。もともとそれは持ってない、いないんだからね、ガニ君っていう友達がね。そうなんだよ。そう、俺の場合はあれ言われるとすごい気持ちいいんだよね。もう、まあ、ちょうど、うん、だからなんだろう、何人も欲しい感じ、俺、ガニ君が、その、一人の概念じゃ飽きちゃうから、たくさんもういろんな女欲しいみたいなのと一緒で、いろんな店行って凝ってるって言われるともう嬉しいでしょうがない。やっぱ凝ってました、みたいな。硬い硬い言われるとすごい嬉しいの俺。もう指入んない指入んないみたいなさ。ああいう、あれは嬉しいね。そっちの概念。だ概念君褒められてるから嬉しいんでしょ、自分の。まあそっちもそうよ。自分の大事にしてる概念君を、この人に褒められてるわけだから、それは自分の彼女褒められてるのと一緒、ね。一緒で。いい、まあ、彼女ですね、って言われてるのと一緒、まあまあ。だから嬉しいのか。そうだよ、いい概念君お持ちですね、って。そう。でも最近、だからそれが社交辞令にも、聞こえてくることもあんのよ。ああ、思ってた。とりあえず、綺麗って言ってるのと一緒で、とりあえず概念君褒めときゃいいっていうね。そうそう。本当なのかなって思えてくる。みんながそれ言うから。みんなが褒めてくるから。ああ。意味わかんねえんだ、あれだから。あれもうそういう、だから、もうルールというか、あれなのかな。褒めてんですか、それ。いや、肩凝ってますね。それは、おぎの持ってる概念。俺の概念を褒めてるんですか。嬉しいんだもんだって。ああ、なるほど。嬉しいんだもんだって。凝ってるって言われて嬉しいんだから。そう。そうそうそう。褒めてんだ。ああ、なるほど、ね。そう、それがね、どこ行ってもだよ。だ本当に、うん、今日俺自分でも凝ってねえのになと思ってても、うん、うわぁ、硬い硬いとかさ、指入んない、くすごくよくこれで立って、あ、仕事してられますねとか言われると、もう俺も、最初嬉しかったけど今じゃもう、ああ、これ、うん、社交辞令。社交辞令でも嫌だなと思って。嫌だね。そうなんだよ。社交辞令は嫌だ。結構だ、こびてくんだよ、最近、その、普通、そういう人たちが。うん、概念君に対して欲しいのかな、わかんないよ、もう、頼むから本当に俺に紹介しないでね、何に全て。いやでもそれは多分みんな紹介するよ、もう多分またそれやられたら。いやそうなんだ、から今こうやって喋ってる時もその思い出しちゃってんじゃん、実は今もうあれなんじゃないの。いや実は今もちょっとあーってなってきてるでしょ、ちょっとだけさっきからあのね、概念君がちょんちょんって指で俺を触ってる。俺の肩を、ちょんちょんって触って、俺だから振り向かないようにしてるでしょ。さっきから。ああ、怖い怖い怖い、それはもうダメだ。ちょんちょんってやってる。もう後ろいるんだ。そう、概念君が来てんの。だから、さっきは何にも、この、感じてなかった、この肩を。肩がね。トントンって来てるの。トントン。ああ、来てる。それだよ、俺もそれだったもん、最初は。トントン。怖いんだよ。ただ、全然俺は振り向かないでしょ。だけどやっぱもうそういう話をしちゃってる時点で、もう概念君もう本当に受け入れ体制ではいるのは確かに。もう LINE とか、連絡先聞いてないよね、まだね。